金子洋蔵は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍少将。日本海軍の最初期の搭乗員で、また搭乗員経験者として、最初の将官となった。日本海軍飛行機の元祖、また、海は子育ての親とも言われる人物である。広島県出身。工業者中学、修道館を経て、海軍兵学校を卒業。 石寺は187名中86番。同期に、百武言語、今村信次郎、松山修芸浦がいる、第20艇隊の、第62号水雷艇乗組として、日本海海戦に参戦。兄の金子牧も二等砲艦、宇治艦長として戦った。戦後は、出雲文隊長等を経て、海軍砲術学校特集科学生を卒業。秋津島及び、 クレ海兵団の核分隊長。早くから航空に注目し、1910年5月23日、海軍大学校選科学生に発令され、さらに同月31日、臨時軍用気球研究会員に発令される。日本で初めての海軍飛行機専門家タランと志願。 熱意を買われ、1911年3月1日、先進国だったフランス駐在を命じられ、操縦技術を身につけた。日本海軍の最初の搭乗員、相原史郎はドイツでの飛行訓練中に、殉職しており、金子は二人目となる。退伏中に航空に早くから関心を持っていた、山本栄介中毒大使館副部官から、観艦,艦式において飛行可能かの問い合わせを受け、 1912年8月17日、ファルマン水上機を購入して、シベリア周りで帰国。同年11月6日、山路和義らの努力で急増された、追浜飛行場において、ファルマン機に登場して飛行。日本海軍機の日本における飛行としては、同年11月2日の河の3基地帯に続く、ものであった。古い書物には金子が、 海軍初飛行と記載される。同月12日横浜沖で行われた、観艦式において河野大と共に飛行した。若宮丸所属のファルマン水上機少佐に昇進後1914年、第一次世界大戦が始まると、日本海軍初の水上規模艦若宮丸乗組を命ぜられ、山内志郎中佐らと共に、沈汰を攻略戦に、専任将校として参加。 1914年9月5日、和田秀穂、武部隆夫、金子の3名で、ファルマン2号機に登場し、7号機と共に出撃した。この出撃が、日本海軍機の初出撃である。一時大戦の経験から1万トン程度の航空母艦建造を主張していたが、1916年に、その予算が認められ、母艦研究のため欧州出張を命ぜられる。 英国に赴いた金子は空母建造の参考資料を持ち帰り、法省の設計、建造に協力した。また、海軍航空要覧の地である霞ヶ浦基地は、海軍といえど陸上機が必要であるとの持論を持っていた金子が、その観点から基地的地として選定したことにより設けられた。横須賀海軍航空隊創設と同時に、 同体飛行機隊長兼教官となり、後輩の指導と航空隊の育成に尽くした。ついで軍令部出資権海大教官、初代の佐世保海軍航空隊司令等を経て大佐へ、進級。平戸艦長、海軍省教育局第三課長航空評議会幹事、軍令部出資権海大教官を経て1926年12月1日少々に、昇進。 1927年4月1日予備役編入となる。金子が没した日は、真珠湾攻撃から19日後のことであった。伊藤正則は金子が海軍航空に果たした功績から、チャンピオンと表している。ありがとうございます。